はい、どうも、たべりでございます。最後に告知があるので、ぜひご覧ください、最後まで。これです。まあ、木の中で一番強い投げを、まあ、ランクまで決めれたのがすごく嬉しかったという、まずはそれだけ。まあ、ランクは、1個下の、2個下の方なんで、あれなんですけど。うん。で、配管最大投げを持ってて、勝ちました。いやー、今のさっきのもう、これだけを見て欲しかっただけです。はい。まあ、あとはもう、まあまあまあ、まあ、下段かなー、みたいな。お願いホールドだったりとか。これも、配管に負けたらえらいことになったんですけど、まあ、こんぐらい体力に余裕があれば、ね。伸び伸びと戦えますよね。はい。うん、いいですね。配管の最大投げ。さっきの投げコンボは無理でしたけど。64D の時のコマンドミスでね、64D1 まで押してたら、さっきの投げになるし、うんうん、まあそういう感じで結構気持ちよく、まあランク下の方ですから、うん、名前伏せときますけど、もう初めてね 64T で 2T 8T っていうね、一番強い投げを実戦で決めれ、しかもランクまで決めたっていうのがすごく嬉しかったです。あ、はい、で、告知ですね。12月7日の22時、夜の10時から、僕主催ではないんですが、ハレさんっていう方が、スチーム版の、デッドアライブ6で、トーナメントというか大会をされます。で、ぜひぜひ参加してください。はい。僕は、メンバーとしては参加しないんですけど、実況で、関わらせていただくことになってます。で、ハレさんの、チャンネルで YouTube 配信もされるみたいですので、ぜひ興味ない方もね、ご視聴ください。で、面白いことに、PS4 勢かかって怖いみたいね、ちょっと煽ったりしてる部分もあって、すごい面白い動画もあるんで、それも概要欄にリンクを貼っておきます。ハレさんのチャンネルを12月7日22時から深夜翌日の2時まで、お時間ある方はぜひご覧ください。はい。ご視聴ありがとうございました。はい。こんな感じで終わりたいと思います。ぜひ12月7日夜お時間ある方は参加も OK、視聴も OK。僕は、頑張って実況で盛り上げたいと思ってます。以上です。ご視聴ありがとうございました。